シズ・サンシール・レコールは、フランス、イルド・フランス地域圏、リブリーヌ圏のコミューン。サンシールは、ベルサイユの西およそ 4km、パリの南西 24km の位置にあり、ベルサイユ、ギュイアンクル、モンティ・コール・ルイコール・ブルトン、ボアイ・コール・ダルシー、フォントネ・イコール・ルイコール・フルーリーと接している。コミューン全体が広大なベルサイユ平野の中に含まれ、 北部のガリー側に囲まれるところでは、標高が115メートルとなり、徐々に南へ向かって市街地が広がり、大地上を標高が170メートルまで上昇していく。コミューンの西側では A12 と接し、東側はグランドサンチュールと呼ばれるベルサイユ。コミューンの北部の都市化が遅れており、フランス最古の民営飛行場の一つでもある。 サンシールリコール飛行場がある。南西は標高175メートルのガゼの森があり、ハイキングコースとなっている。サンシルとは4世紀にキリスト教徒迫害で殉教したタルススの聖クリオスにちなむものである。陸軍士官学校のリセ1717 17年6月11日、ロシア皇帝ピョートル一世がサンシルを訪問した。 1686年、マントノン公爵夫人によって、貴族の少女たち250人を教育する。1808年より、メゾンロワイアルド三類の建物が、サンシール陸軍士官学校に転用された。陸軍士官学校は1802年に、ナポレオン・ボナパルトによって、フォンテーヌ・ブローで創設されていたが、サンシールに移転し1940年まで存続した。 サンシールの建物は1944年の連合国側による爆撃で損傷し、陸軍士官学校も1945年に再編された。しかし、陸軍士官学校はモルビアン県の小駅団に移転した。これらの建物は1964年に再建され、現在は陸軍士官学校のリセが使用しており、コールドまたはビューボの愛称で呼ばれている。 1966年から1984年までは最初のコレージュも入っていた。フランス革命時代、コミューンの名称は一時的にリーブル・バル、そしてバルリーブルと改名させられていた。1874年3月27日、町を防衛するためのサンシール要塞建設の法令が交付された。サンシールの名が付けられながら、実際の所在地は隣接する。 ボワイコールダルシーにあった。二つのコミューンの境界が変更されたため、現在要塞は、モンティーコール,ルイコールブルトンの領域内にある。参照元、1962年まで、イヘス、1968年以降、INSEE3 シールには、フランス国立工芸院に属する空気力学、研究所がある。研究所には、 空力研究のための特別のトンネルがあり、多くの公営企業と提携して作品を作っている。コミューン付属のサンシーリエンヌ楽団があり、町の公式行事において年間20回ほど演奏を行っている。楽団は1877年に、かつて軍所属の音楽家だった労働者たちによって結成された。 第一次世界大戦においては30人の楽団員の一部が命を落とし、第二次世界大戦下では活動を禁止された。楽団は1944年にユニオンミュージカルラ、サンシーリエンヌの名称で復活した。現在は80人のメンバーで構成されている。ありがとうございます。